はい、皆さんこんにちは。勝ち生の佐藤です。今日は、だし巻き卵ですね。お店でも出してるだし巻き卵、卵焼きを作ります。卵焼きが2パターン今日やってみたいと思います。通常の卵焼きは卵10個に対してだしが 180cc 入るんですけど、今回やる卵3個に対してだしが 180cc と入る、だしを食べさせる究極の卵焼き、これをご家庭でできるようにちょっと簡単にやっていきたいと思います。それではレッツクッキング。はい、それでは卵を割っていきたいと思います。まず卵を割っていきます。この時ね、殻が入らないように注意してください。血の入ってる卵とかね、いろいろあるところ、そういうのは使わないです。結構割りました。しっかりと一度卵を溶いていきます。卵を一度潰してしっかりと卵と卵白と卵黄が混ざるように切るようにして混ぜていきます。この混ざりがないと、あの白い部分の残ってる卵焼きですね、ああいう風になっちゃう。この時に泡立たないように混ぜてください。はい、いい感じです。次に調味料ですね。これが私たちの出汁でございます。昆布とカツオの出汁ですね。これ見えますかね。1合 180cc、 卵10個に対して 180cc の出汁を入れます。そして砂糖が 60g、 お塩が、お塩はね、メーカーによってもちょっとあのミネラル多いお塩とかいろいろあるので、一応 10g。ではもうこの辺はね、好みで加減してください。で、同じように切るように混ぜてしっかり溶かしてください。最初にね、だしと調味料を混ぜといたものを合わせても構いません。ここでしっかりと溶かすことが大事です。はい、ね、この時点でね、一度ね、あの味見してもらって、ここ卵なの でこれで大体あの普段もレシピ見ないで、もう家庭なんでね、ちゃちゃちゃっと卵焼き作りたいと思っても、この味とかを覚えておくと、目分量で調味料測らなくても作ることができると思います。はい、それでは玉板を温めまして焼いていきたいと思います。で、温度はこうやってみたいで、薄く張って巻いていくパターンです。いろんなパターンあります。なんかスクランブルエッグにしたりとかね、いろいろあります。薄く貼っていただいて、何回も巻いていきます。人によってはもっと薄い人もいます。で、焼いていくときにですね、玉板に対して4等分で焼いていくというイメージで焼いていったら、中が半熟だったとか、あそこが半熟だったとかっていうことはないと思います。で、その間にしっかりと油を吸っていただいて、で、今度上に置いたら手前も油を拭いてください。よいしょ。最初はね、ちょっとおじさんにも失敗しました。これも失敗をちょっとうまく設計するのもプロの技です。上の方だけ先に焼いていきたいので、ちょっと角度をつけて、ね、上だけ右左左右に焼いていきます。そしてまた下から余った卵の地を下に流してあげます。はい、で両サイド焼きましたら、ポンポンポンと剥がれてくるように焼けたら、でこう返してください。久々に焼いておりますので、ちょっと緊張しております。ここまでね、卵の地は流し込んでくださいね。で、また同じように上の部分だけ先に焼いて、余った地をもう一度流してあげてください。で、両サイドがうまく焼けるとポンと剥がれます。
剥がれたところで返してあげてください。これの繰り返し。しっかりとね、安定した火加減っていうのを気にしていただければいいかなと思います。あとは火の当たる場所を自分で調節するっていうことですね。はい、ラスト2回ですかね。久々に焼いているので緊張しております。なんでテンション低いのかな、焦がしたらどうしよう、それしか考えておりません。でもすごい綺麗。ありがとうございます。すごいですね、卵10個はすごい量ですね。そうですね、まあまあ、あのこのお寿司にね使う卵なので、このくらいの厚さが必要なんですよね。そうで、この卵の余った地とかね、この上の卵の部分にこうやって乗っけておいてくれると、こちらが乾いたとしてもこっちに残った卵の液体がくっついてくれます。ポイントで、僕のポイントはね、こう斜め45度でちょっと黒板を上げて余った地をもう一度入れるっていうのこういう感じね。その角度から決まっちゃえば、まあ、なかなかのボリュームですよね。若い時はこれをひたすら焼いたんですか。そうですね、もう同時にですね、いっぺんに2本焼きなさいとか3本焼きなさいとかね、挑戦したこともありますね。ガス台2口あったら2本同時に焼いていくとか、まあ、そうしないとですね、その時の仕込みで、26本焼いてくれとか、そのくらいちょっとやってたので、はい、でここでポイント、横面を焼くのにちょっと玉板を斜め45度で当てながら横を焼いていきます。で平らにしてスポット落として、でこれも右側左側、そうすることによってちょっと角がつきやすいですね。この反対側たまに横がね、あの火が入ってないよとかっていう人がいたら、まあ、こういうことを気にしていただければ、まあ、仕上げに最後は火を取って、最後も形成角を立てる、はい、完成です。すごい、シワがねちょっと寄っちゃったんですね。この辺がシワがないようにこういう風に焼けていけるといいかなと思います。はい、では切っていきたいと思います。まあ、本当、まあまあお寿司にするんだったらね、まあ、このくらいの大きさだと4等分にして、その後3つに取ったりしますね。ちなみにやってみましょうか。3つに切ると、大体この8ですね。見てください、ね、じゃじゃん、美味しそう。でこれを、まあ、熱いうちにはねお寿司にはできないので、これまた半分に切るんですね。そうするとあのお寿司一貫の厚さになります。細い海苔で、そうそう、細い海苔で巻いて、はい、つまみなんかはこう半分に切ってね、つまみの場合はこんな感じで、あとは盛り付けると。見てください、この出汁、わかりますか、出汁、この出汁がね、卵焼きっていうのはこの出汁を食べさせる食べ物なので、出汁が一番入ってるのはここポイント、端っこなんですね。結局水分っていうのは端に流れるので、ということで次に、
まあ、究極のだし巻き卵ということで、なんと卵を3個に対して、これ、まあ、ご家庭用なのでちょっとお湯用意しました。お湯 180cc です。卵、さっきは卵10個に対してだしが 180cc でしたけど、今回は卵3個に対してだし 180cc。 これ果たしてうまく固めることができるのでしょうかというような感じですね。あ、これをちょっと簡単にできるようにトライしたいと思います。まずはだしですね。だしを先に用意します。これ家庭用の本だしですね。本だしを、5g ですね。ちょっと溶かしてもらって、まあ、お湯のあったかいうちに溶かすんですけど、これあったかいままで今度卵を入れると卵が煮えますので気をつけてください。そして砂糖 20g ですね。で、本だしの場合はちょっと塩分が入ってるものとかもあるので、この時点でちょっと味見をしていただければと思います。しっかり溶かしていただいて、で、まあ、あのこの粒々が気になるようでしたら、あの一度干してもいただいてもいいと思います。これで、で味を確認していただいて、まあ、よし、もし足りなければミネラル分の多いお塩を少し1つまみ、3フィンガーで1つまみ、そんな感じですね。はい、まあ、お塩はね、もう本当にあのいろんなお塩があるので、うまみの多いやつ使っていただけると面白いかなと思います。ここで卵を確認しながら、さらっと割っていきます。これ卵こうやって本来はね、溶いたやつを一緒に溶いたやつをの中にだし汁を入れるといいんですけど、まあ家庭なんでね、ボウル何個も使っちゃうと大変だと思いますので、一つのボウルでやるんですけど、ここはしっかりとだしと卵を混ぜ合わせるということで、白身もしっかり切れるように。ここの混ぜが甘いと焼けません。なるべく泡立てないで切るようにして混ぜていただければと思います。はい、まあ、こんな感じですね。あとは焼いていきたいと思います。はい、これ焼く前にね、しっかりと混ぜてください。あ、いい感じ。で、これもね、一緒スープ巻いていくんですけど、さっきのだし巻きと違ってスープね、ここでスクランブルエッグ、ちょっと火が強くすぎたから最初にね、スクランブルエッグを作ってます。で、この時はね、火からちょっと離してもいいです。で、スクランブルエッグを作って、見えるかな、もう固まるんです。こういう風にこういう風に固まります。で、もうすごい出汁出てるの分かるかな。卵が焼けた時点で出汁が固まっていくんですね。なので、それを噛みしながら焼いていきます。これはね、テフロンの、ご家庭にあるテフロンのフライパンだとやりやすいと思います。だし汁あふれるだし巻き卵、だんだん形にはなってくるんですね。スタートだけね、ちょっとスクランブルエッグにすることで、あの、やりやすくなります。巻こうと思っても巻けないので、最初少ないと。普通の卵と一緒で両端を焼きながら、あと返していく。火加減はご家庭の火加減から調整しながら焼いていってください。で、これもね、あの、この斜め45度というか角度も差し込むときとかに、あまり強いとね、焦げちゃうから、ちょっと上げたりとか。
加減は大事そうですね、やっぱり。火加減がやっぱりポイントですね。見極めが。まあ、最初はね、第1投目、ちょっと失敗してもいいと思うので、チャレンジしてみてください。本当に熱すぎない感じで。多少ぬるくてもね、時間を置けば焼けるんで。ただ、熱すぎるのは、焦げちゃうと、焦げちゃうんですね。だから焦げる前にこうやってフライパンを冷ます作業とかしちゃえばいいと思います。さあこれラストですね。やっぱり横に広がってきますね、なんか出し終えから。そうなんですよ。これを巻くっていうのは何なのかな、うん、もうね、なんか卵のお化けと戦ってるような感じです。なんかすごい。おっしゃ、でこれで焼き上がってれば、もうあとねフライパンの余熱で入りますから、火は止めちゃってください。もう見てください、ここでだし汁がすごい出てくるんです。見えるかな、本当だし汁が。火を止めた瞬間に卵からだし汁が出だします。で、ここまでいったら次に用意するのはじゃじゃん、マキス。しかもマキスのボコボコした方を表にしていただいて、これね、僕はできるんですけど、ご家庭の場合はなんかこういう台に、だから台でもいいです、なんかお皿でもいいです、こういうのに乗っけてください。ポロンと、こういうふうにポロンと。僕はできちゃうのでこのままいくんですけど、この時になんか気をつけるかって、出汁がね、手にバタ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 乗ってます。めちゃくちゃ熱い出汁汁が。で、ここでしっかりとこう巻いてあげて、形成してあげてください。でこれでちょっと置いてあげます。そうですね、20秒ほど。まあこの間にね、何を言うか、お皿とか用意しておけばいいと思います、はい、でもいいと思うので、はい、切っていきたいと思います。はい、それでは究極のだし巻き卵、これいい感じにできました。これ切っていきたいと思います。これね、まな板の上に乗っけて切ってもいいんですけど、よいしょ、なんならお皿の上にこうやって乗っけてもらって、もう 見えますよ、持てんのかっていうぐらいプルプルなの。これを、まあ、お皿の上でもいいですね、6等分ぐらいに切ってもらって、で、あとはちょっとずつこうずらしてあげる。お箸で持つのもちょっと大変かもしれない。もう見えますかね、だし汁、黒いお皿から見えるかな、あすごい、だし汁がね。あとはもうこれに付け合わせで大根おろしと、あと大葉のね千切りつけていただいて、これらと一緒に食べてもめちゃめちゃ美味しいです。ということで、はい、完成です。美味しそう。はい、ということで、今日は卵焼きを見ていただきました。この動画ですね、もし気に入っていただけましたら、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします。まあ本当に簡単にね、家庭で作れるようにやってみたので、皆さんもぜひトライしてみてください。今日はありがとうございました。